問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 1> 1番会社で男の人と女の人が話しています女の人は支店に何を送らなければなりませんか山本さんちょっと郵便局に行ってきてくれる新商品の見本を急いで京都の支店に送ってほしいんだはい新しいカバンの見本ですねえー、っと 見本は同じものを二つ作りましたが、送るのは一つでいいですかうん。一つはこっちで取っておかないといけないから、僕の机の上に置いておいて。わかりました。商品の説明の書類も一緒に送りますかそれは僕がメールで送るからいいよ。はい。女の人は視点に。 何を送らなければなりませんか。二番。大学で。男の学生と女の学生が話しています。女の学生は。これからまず。 何をしなければなりませんか佐藤さん今クラブのメンバー募集のポスターを作っているんだけどちょっと手伝ってくれないうんいいよポスターの用紙はこの色にしたんだなんか絵とか写真も載せたいと思うんだけどそうだね写真はどうクラブのみんなが写ってるのがあるよねうんそれいいね このクラブの感じが新入生にわかるのがいいんだけど、この中から決めてくれない佐藤さんが撮ってくれたから、僕より佐藤さんがいいと思う。分かった。今日中にやるね。ありがとう。ポスターができたら来週印刷しようと思うんだ。女の学生は、これからまず、何をしなければなりませんか 3番大学で男の先生と留学生がスピーチについて話しています留学生はこの後何をしなければなりませんか林さん今度小学生の前でスピーチする私の国のお正月の作文チェックしましたよ文法の間違いもありませんでした長さも長すぎないし短すぎないしよくかけていましたよ これで発表をお願いします。わかりました。お正月の服の話、面白いですね。もしお正月に着る服を持ってたら、スピーチの時に着てもらえますか子供たちが喜ぶから。すみません。日本には持ってきてなくて。両親に送ってもらうことはできますが。そうですか。じゃあ、写真はありませんかえっと、ああ、あります。じゃあ、 それをスピーチの時見せながら話してくださいわかりました留学生はこの後何をしなければなりませんか 4番会社で課長と男の人が会社のホームページについて話しています男の人はこの後すぐホームページのどこを直さなければなりませんか伊藤さん伊藤さんが作り直してくれてるホームページ確認しましたよくなってますねありがとうございますただ社長の挨拶のところだけ去年のものなんです 新しい文章は来週いただくことになっています。そうですか。会社の場所ですけど、あの地図、間違ってませんかうちの隣にコンビニはありませんよね。あ、来月オープンするって聞いたんで、入れておいたんです。来月ですよね。前のに戻して、オープンしてから変えてください。それから、商品説明のところ、商品名と写真は全部確認済んでますかはい。 営業にも確認してもらいました。そうですか。あと、支店の連絡先ですが、連絡先は間違いないですよね。はい、数回チェックしました。じゃあ、大丈夫ですね。男の人は、この後すぐ、ホームページのどこを直さなければなりませんか 5番。レストランの店長がアルバイトの人に話しています。アルバイトの人は今日何をしなければなりませんか今日は早くからありがとうございます。えー、ランチを食べに来るお客様を増やすために、先月から皆さんには町の掲示板にポスターを貼ってもらったり、店の前でチラシを配ったりしてもらいました。しかし、 あまり効果が出ていないようなので、開店前に店の前で割引券を配ることにします。早速、今日お願いします。今後、割引券の効果を見て、価格とメニューを考える予定です。新しいメニューができたら、また配りましょう。よろしくお願いします。アルバイトの人は、 今日何をしなければなりませんか六番サッカー部の部長からの留守番電話のメッセージを聞いています 部長かからのメッセージをを聞いた後、ままず、何をしななければなりませんかもしもし部長の森ですあさってのサッカー部の歓迎会のピクニックなんだけどあさってはちょっと天気が悪そうなんだそれで行くか延期するか決めてみんなにメールしなきゃいけないから僕たち4年生で集まって話し合いたいんだ明日 5時にサッカー部の部屋に来られるかどうか教えてこのメッセージ聞いたら連絡くれるそれと行く場合飲み物とか買うのを手伝ってほしいんだけどそれについてはまた相談するね部長からのメッセージを聞いた後まず何をしなければなりませんか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では、始めます。1番 1> 結婚式で、男の人がスピーチをしています。結婚した二人は、どうやって知り合ったと言っていますか 木村くん、奈子さん、ご結婚おめでとうございます。木村くんは高校の時からの友人です。奈子さんのことは会社帰りに食事に行った時によく聞いていました。木村くんと奈子さんの共通の趣味はスキーで、インターネットのスキーのサイトで知り合い、初めて会ったのはスキー場のスキー教室だったそうです。素敵ですね。木村君、奈子さん、 どうぞお幸せに結婚した2人はどうやって知り合ったと言っていますか二番。 男の人と女の人が話しています。女の人はどうして最近水泳教室に通い始めましたか 青木さん、最近水泳教室に通ってるんだってうん。子供の頃水泳の基礎は習ったことあるんだけど、会社員になって体力がなくなったみたいで、泳ぐと風邪ひかなくなったり疲れにくくなるかと思って。ああ、水泳は体が丈夫になるっていうからね。教室は楽しいうん。最近は長い距離を楽に泳げるようになって、 通ってよかったと思ってるんだいつ通ってるの平日の夜会社員も多くて友達もできたよそれはいいね女の人はどうして最近水泳教室に通い始めましたか 3番テレビでアナウンサーがアンケートの結果について話しています。アナウンサーは今年男の子が将来なりたいものの1位は何だったと言っていますか男の子です 大人になったら何になりたいですか今年も小学生の男女約1000人にアンケートをした結果が発表されました。女の子ではケーキ屋が人気で10位から2位になりました。一方、男の子では科学者になりたいという子が去年から急に増えました。今回一番多かった答えは女の子では去年も1位の小学校の先生。 これに対し男の子は警察官でした。このアンケート、10年前は男女とも医者が1位でしたが、最近は変わってきているようです。アナウンサーは今年、男の子が将来なりたいものの1位は何だったと言っていますか 4番。携帯電話で夫と妻が話しています。夫はどうして今日帰りが遅くなると言っていますか はい、もしもし今どこすごい雨が降ってるけど帰りの電車止まってないああ今まだ会社電車のことはよくわからないけど今日は帰りが遅くなりそうなんだこの後会議があるからそっか大変だね夕飯会社の人と食べてくるいや僕の分も用意しといて食べないで帰るからわかった 何か買うものがあれば帰りにスーパーに寄って帰るけど今日は特に必要なものないよありがとう夫はどうして今日帰りが遅くなると言っていますか 5番。ラジオで女の人が話しています。女の人は小学校を卒業した時、箱に何を入れたと言っていますか 私の卒業した小学校には、卒業記念の箱というものがあり、生徒それぞれが思い出のものを一つずつ箱に入れ、20年間校庭に埋めておくんです。先日、卒業して20年経ち、卒業記念の箱を開けました。100点満点のテストや友達と撮った写真、好きな歌手の CD を入れていた人もいました。 自分自身への手紙を入れた人もいましたが私もその一人でそこには「歌手になっていますか?」とありましたその頃、歌手に憧れていたんです結局歌手にはなりませんでしたが今曲を作る仕事を楽しんでいます女の人は小学校を卒業した時

次の国際交流会で何をすることにしましたか 留学生と街の人が参加する国際交流会次何をするかそろそろ決めないといけないんだけど何かいいアイディアない僕はスポーツ大会か料理教室が面白そうだって思ってるんだけどうーん、交流会ね例えば日本人は留学生に日本語を留学生は日本人に国の言葉を教える会話教室とかはどうああ それは同じようなことを去年やったばかりなんだ。そう。確か前に日本語の歌を歌うカラオケ大会もやったことあるよね。うん。楽しかったんだけど、留学生と街の人が話す時間が取れなくて、あまり交流にならなかったんだよね。じゃあ、スポーツ大会は応援したり、声を掛け合ったり、話す機会も自然にできるんじゃないそうだね。 意外と交流できそうだよね。今回はそれにしよう。料理教室もたくさん交流できそうだから、いつかの機会のためにアイディアを取っておいたら。うん、ありがとう。次の国際交流会で何をすることにしましたかここで、 ちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に、 質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 1番大学で女の学生と男の学生がある本について話していますこの経済学の秘密っていうの先輩の本ですかうんそうどうですか私が最近読んだ本は文章がわかりにくくて途中で読みたくなくなっちゃったんですよそれはないけど 面白そうだと思って買ったんだけど想像してたのと違ったよそうなんですか書いてあることが基礎的なこととかもう知ってることばかりで先輩にとっては秘密じゃなかったんですね <laughs> 簡単な言葉で書いてあるから入門の本としてはいいと思うよ男の学生はこの本について 何と言っていますか 1, ?1 読みやすく期待した内容と同じだった 2, 2読みやすいが期待した内容と違った3読みにくいが期待した内容と同じだった四、読みにくく 期待した内容とも違った二番大学のクラブで女の学生と男の学生が話しています木村君週末のクラブの旅行行くうん行くよねえ、木村君って 写真を撮るのが趣味だって言ってたよね。そうだけど、どうして実は、私、旅行でみんなの写真を撮る写真の係を引き受けてるんだ。でも、昨日私のカメラ壊れちゃって、週末までに治りそうにないんだ。それで、悪いんだけど、木村君に頼みたいと思って。ああ、僕、使ってないカメラがあるから貸そうかありがとう。 でも、木村くんのカメラだと、撮り方とかよくわからないし、木村くんの方が撮るのが上手だと思うから、お願いできないそう。うん、わかった。女の学生が言いたいことは何ですか ?1。1> 壊れたカメラを直してほしい。 2, 2カメラを貸してほしい3写真の撮り方を教えてほしい4写真の係を変わってほしい三番 テレビで女の人が話しています。秋の山。赤や黄色の木の葉が綺麗ですね。そんな景色を楽しめる旅行はいかがですかここ山川旅館の近くには人気のサイクリングコースがあり、この旅館では自転車に乗ったままチェックイン。自転車も部屋の中に置けるんです。旅館の方に サイクリングコースについて相談することもできます。山を走った後、温泉で汗を流すのもまた気持ちが良さそうですね。女の人は何について話していますか 1, ?1 秋に人気があるスポーツ 2, 2 自転車旅行に便利な旅館。3サイクリングコースの選び方。4美しい景色が楽しめる温泉。 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 1番、1> レストランで客に注文を聞きます。客に何と言いますか ?1、1> 注文を聞いてもらえますか 2>, ?2、ご注文はお決まりになりましたか ?3、注文してもよろしいですか 2>, 2番。公園で鳥に食べ物をやってはいけません。友達が食べ物をやっているので注意します。何と言いますか ?1。1> 食べ物やっちゃダメだよ。2>, 2。食べ物気をつけてやってね。3。食べ物やるなって書いてないよ。 3番。客に工場を案内します。何と言いますか ?1。工場の中を案内していただきます。<S 2, 2。工場の中をご案内します。3。工場の中の案内をお願いします。 4番。友達みんなの写真を撮ります。みんなにカメラの方を見てほしいです。何と言いますか ?1。ねえ、写真撮って。2>, 2。僕、写ってる ?3。3> みんな、こっち向いて。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では 始めます一番あの誘ってくださった金曜のお花見ですけど行けなくなっちゃいまして一。そうですかじゃあまた今度誘いますね二。2> 2えお花見やらないことになったんですか <3 S 1> 金曜行けるんですね 2>, 2番「岡田さん出張の準備何か僕にできることある?」。<1 S 1> ありがとうでも大丈夫。2> 2 え何も手伝ってくれないのででも頼んで3番中村さん課長がみんなで一緒に食事でもどうかって。1 食事、美味しかったです。二、課長が行けないなら、また今度。三、いいですね。私も行きます。四番、森さん、今朝のテレビのニュース。 ご覧になりましたか。一。ニュースは見ないんですか。二。え。何のニュースですか。三。まだお目にかかってません。五番。 あれ小林さんが会議に遅れてくるはずないんだけどね。1何かあったのかもしれないね。2, 2いつも遅れてくるんだ。3, 3もう来てるのいつも早いね。 6番すみません。このパンフレットいただいてもよろしいでしょうか 1, ?1 ぜひ拝見させてください。2ではいただいておきます。3, 3どうぞお持ちください。 7番。先輩来週のパーティー、ちっとも人が集まらなくて 1, 1みんな来たいんだね 2, 2たくさん集まってよかったよ3それは困ったね 8番、吉田さんほど親切な人っていないよね。1、1> 吉田さんって親切じゃないの ?2、あんな人なかなかいないと思う。3>, 3、親切な人がすごく多いってこと 番池田さんもうすぐお客さん来るから先に会議室の暖房つけといてあっ少し前につけました 2> 2すぐ消しますすみませんまだついていましたか